ぱり聖霊様を歓迎していきたいと思いますので聖霊様歓迎します。ハレルヤ。聖霊様歓迎し主を、賛美できるこの喜びを感謝していきま、感謝します。インターネットを通して礼拝されているお一人一人の上にも今ご家庭の上に聖霊様が臨まれますように心よりお祈りいたします。心合わせて私たちの主は良いお方です。 You are good. He is good. God is always good. All the time. 主は良いお方です。賛美してまいりましょう。 You are good.Yeshua, Yeshua, so good, so good, so good.
Yeshua, Yeshua, Yeshua. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good. その恵みとこしえまで。Lord, you are good. Lord, you are good. その恵みとこしえまで。Lord, you are good. Lord, you are good. その恵みとこしえまで。私たちの素晴らしい良いお方である主を賛美してまいりましょう。
You are good, good. Oh, oh, you are good, good. Oh, oh, you are good, good. Oh, oh, you are good, good. Oh, 褒めたたえていきましょう。You are good, good. Oh, oh, you are good, good. Oh, oh, you are good, good. Oh, oh, you are good, so good.
アメン。素晴らしい主を褒めたたえます。今一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人が生かされ守られ、このように集い、またインターネットの向こうにおいてもそれぞれの場所で礼拝を捧げることができる、それはすべてイエス様の恵みであり、イエス様、本当にあなた様こそが我らの命の源であることを感謝いたします。昨日も今日もいつまでも変わることのない主、あなたが我らと共におられ、今日も明日もイエス様、あなたにあって生き歩んでまいります。主が私たちに新しい命の希望を満ち溢れさせてくださることを感謝し、我らの主イエスキリストの名前を通し感謝を持ってお祈りいたします。アメン。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。アメン。主を褒めたたえ感謝いたします。お互いにですね、それぞれの場所でシャローム、神の国の宣言、祝福を持って挨拶し、また画面の向こうにも共に挨拶したいと願います。シャローム。感謝します。お一人お一人を祝福いたします。アメン。ハリア、感謝いたします。今日も私たち共に一つ心につながり礼拝捧げることができる恵みを感謝いたします。感謝の捧げ物を捧げたいと願いますが、本当にですね、緊急事態宣言などが長引く中で、世の中においても、また私たち一人一人の生活の中においてもですね、様々な経済的な困難、試練、そのようなところに直面している方々も多くおられると思います。しかしその中にあっても、主が供給者であり、主が我らの羊飼いであり、焦げつく地を歩くときにもその火が私たちに燃え移らない。また本当にその流れる川の中を過ぎゆくときにも、その流れが私たちを押し流すことはない。主の約束を信じて、この経済の領域においても主に信頼したいと願います。今日捧げる捧げ物を手に持ったなら掲げてください。お祈りいたします。天のお父様、私たちの手にある捧げ物を主の御前にお捧げいたします。これは私たちの本当にこの額の大きさや小ささ、それを超えて私たちの心をここに分与いたします。主が私たちの心を受け取ってくださること、ありがとうございます。このような困難な時代の中においても、主が我らの守りであり、大盾であり、そして私たちの道をまっすぐにされるお方であることを信頼いたします。羊飼いよ、我らの主よ、あなたにあって我らは乏しいことは決してないことを感謝いたします。一人一人の上に、経済の領域、ビジネスの領域、健康の領域、すべての領域において主の祝福と守りが豊かにこの日曜日の朝注がれ、新たに一人一人のうちに主の満たしが置かれゆくことを感謝いたします。また10分の1を捧げる人々の上に天の窓が開かれ、恵みの雨と主の行為が絶えず流れ注がれていきますように、感謝を持って主の約束信頼し、イエスキリストのお名前を通してお捧げいたします。アメン。感謝いたします。賛美を持って捧げてまいりましょう。信仰の盾を取り、信仰の盾
腰に締め正義の胸当てをつけ平和の福音の備えを吐き信仰の盾を取ります。信仰の盾を取り救いの盾を被り神の言葉御霊の剣を取りどんな時でも御霊によって祈り続けます。どんな時でも御霊によって祈り続けます。どんな時でも御霊によってどんな時でも御霊によってどんな時でも御霊によって祈り続けます。いやアレルヤ。私たちのイエス様に本当にいつもいつも祈り続けていきましょう。信頼していきましょう。信じていきましょう。アメン。私たちはこのイエス様に信頼して毎日歩むことができることを感謝いたします。賛美チームの皆様本当にありがとうございました。素晴らしい賛美の導き感謝いたします。それではですね、お知らせの方に入らせていただきたいと思います。いよいよですね、今日から少しの人数と限らせていただいておりますけれども、教会の方の皆様、参加していただいて、礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。本当にですね、もう本当にたくさんの人たちが礼拝に参加したい、そういうですね、もう悲鳴のような声を聞いてですね、私たちもできるだけこのコロナ対策をしながらでもみんな集まっていただいて礼拝ができればと思い、まずはこのような少数なんですけども集まっていただいて礼拝を支えていきたいと思います。で、また事前登録の方もですね、開始になっております。で、次回5月23日の日曜礼拝ですね、こちらの方の登録は5月18日の8時から朝8時から受付開始となりますので、ぜひ覚えて、ぜひ参加したいという方は、この時間からご予約の方をお願いいたします。はい。そしてですね、このような時期で、もうそろそろ総会じゃないかという声も上がってるんですが、やはりまだちょっといろんなことが流動的になってまして、なかなかいつとかそういうのは決められない状態です。で、今一応予定をしていますのは7月の中旬あたりに総会を開ければなと考えておりますので、また決まり次第皆様の方には連絡をさせていただきたいと思います。はい。そしてその時にですね、前回からの総会とかこういう決める時は投票は無記名投票ということになりました。で、今回こうやって集まることはちょっと難しい。なのでこちらから投票用紙を皆さんご自宅の方に送らせていただきます。そして封筒がそこに入ってますので、そちらで返信を投票を返信していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、そこで皆様にですね、ちょっとご協力をいただきたいんですけども、もう住所が実はもう変わってるという方がいらっしゃると思うんですね。そのような方はぜひこちらの方に連絡をいただければと思っております。で、後ろの方にこのような連絡先登録という用紙があります。教会の方に来られて、来ることができて、で、住所を変更したのでこれを書き換えたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ後ろの方にありますので、こちらを書いていただいて、スタッフ牧師の方に渡していただければと思います。で、また郵送希望の方ですね、その方ももし、いらっしゃると思いますので、そちらも私たちスタッフ牧師の方に声をかけていただければ、そのような手続きをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。やはりその投票用紙がご自宅に届かない、自分は投票できないという形になりますとちょっと大変ですので、そのようなご協力をよろしくお願いいたします。はい。お知らせの方は以上になります。それでは、今日も慎吾先生をですね、期待を持って拍手を持って講談にお呼びいたしましょう。アレルヤ。イエス様褒めたたえ感謝いたします。絶えず主は良きお方、真実なるお方。今日の賛美で宣言した通り、本当に主の良さ、主の真実さ、覚えていきたいと願います。今日はですね、この来週の日曜日は
教会のカレンダーでのペンテコステですね。しかしまあ少しですね、イスラエルのカレンダーと教会のカレンダーって毎年ズレが生じていてですね、イスラエルのカレンダーにおいては実は今日がペンテコステ、まあシャブオットって言われるですね、ヘブル語ではシャブオットと言いますが、7週の祭り、それが本日から明日にかけてですね。それですので、このシャブオット、聖霊様が我らのうちに臨んでくださった、それを旧約聖書から新約聖書に至る約束として私たちは受け取っていきたいと願いますが、聖書の中で私たちが神の民とされているその理由は契約にあります。イスラエルがなぜ主に選ばれたんでしょうか。それは契約の民として主の前に選ばれました。私たちがなぜ天の御国を相続する神の民なんでしょうか。イエスキリストの十字架の血によって私たちが主との契約、それをさらに結び回復したからです。そしてこの契約においてはイエス様の血による契約と、そしてもう一つ新しい契約と聖書に書かれているのは聖霊によって御言葉が記されていくという契約、この2つの契約がとても重要な神の民としての契約になります。実はこのペンテコステの旧約聖書における出来事は何であったかというと、皆さんご存知の方も多いと思いますが、シナイ山でモーセが実戒を授かった、それがこの旧約聖書のペンテコステシャブオットの日でした。モーセがこの実戒を授かり、そしてそれを麓まで降りて持って降りていく間に、すでにイスラエルの民は金の子牛を作り、偶像を拝み、自分たちの肉欲にふけ、この実戒の多くを彼らは破っていました。それですのでモーセは怒り、神が作ったその実戒、もう神が自ら石を切り出し神の指で書いたその実戒の板を地に投げつけて、そして叩き壊しました。そして何をしたのかというと、私と共に主の側に立つ者は誰か、叫び声を上げます。その時にモーセと同じ血族であったレビ人たちが立ち上がります。実はこの瞬間からレビ人が祭司の民として選ばれます。実はそれ以前は創世記から読むとレビの一族は呪いを受けた一族だったんです。奔放に自分たちの剣で自分たちの生きたいように生きた、それがこのヤコブの息子のレビの生き方でした。それですのでレビに対する約束はヤコブは呪いを宣言したんです。しかしこのモーセの時にレビの呪いは祝福へと変わります。モーセと共に神の側につき、彼らは剣を帯びて、そしてこの偶像礼拝を犯したイスラエルの民を撃ち殺していったんです。何人そこで撃ち殺されたんでしょうか。3000人です。これは何を意味しているのかというと、石に書かれた律法を人が全うすることはできないということを意味しています。私たちが石に書かれた律法、それを文字通り行うことはできない。聖書の中にはっきりと書かれています。勧誘してはならない、そのような戒めを守ったとしても、もし私たちが殺人をすれば律法の全部を違反したことと同じになります。ヤコブの手紙の中でヤコブはそのように言っています。また隣人を憎むということはすでに殺人の罪と同じであるということをイエス様、三条の水訓の中で言われました。それですので、もし私たちが心の中で誰かを憎み、誰かに苦みを持つなら、殺人を犯してなかったとしてもすでに殺人の罪を犯したのと同じであり、その一点が律法を犯したことによって私たちは全ての律法の律法違反者になる、それが聖書の基準なんです。それですのでガラテヤの手紙、そしてローマの手紙7章の中には何て書かれているかというと、律法は全て私たちを罪の下に閉じ込めたと書かれています。そしてローマの7章においては、律法を通して私たちの罪はより一層極度に罪深いものとなって現れるようになった。そうです、律法がある前は自分の罪を認識することがなかったんです。私たちも聖書を読むと、ああこの罪、あの罪、この出来事、あの出来事、本当に自分の内なる人、罪の性質を刺されることがあります。それは何のためでしょうか。数週間前第二礼拝の中でですね、ああこのことを分かち合いました。トーラーという言葉を覚えているでしょうか。律法という言葉、トーラーという言葉はですね、4つのアルファベットからなっています。それを分解すると十字架っていうのが初めの言葉です。
そして釘という言葉です。そして頭、見よ、この4つの言葉、トーラーというのは4つのヘブル語のアルファベットからできていますけど、これを分解するともう一回言います。十字架、釘、頭、見よ、すなわち聖書の言葉、律法は何について、誰のことを言ってるんでしょうか。それは十字架に釘付けにされた頭なるイエス・キリストを見なさい。聖書はすべてイエス様に私たちの目を向けるものです。それですので私たちの罪をあらわにします。罪を指します。それを通して私たちを一つの場所へと導きます。自分の義によっては絶対に神の御前に立つことはできない。自分の清さによっては神に認められることはない。むしろ聖書の中に、すべてのものは腐り果てて神から離れてしまったと書かれている。そうです、私の罪を示されるごとに私は言います、イエス様、あなたが必要です。あなたがおられなければ父なる神の御前に立つことは絶対にできません。私のためにイエス様が十字架にかかり、そこで血を流し、すべての罪の贖いを成し遂げてくださったことを感謝いたします。私は毎日イエス様、あなた様の十字架に信頼いたします。今日もイエス様の十字架、その許しが必要です。そうです、聖書の言葉はいつも私たちをキリストへと導きます。それですので、この旧約聖書の起こった出来事は、律法を人は自分の力で全うすることはできないということでした。しかし主は回復の主であられることを感謝いたします。これが新約聖書の時代になると、これが回復いたします。同じシャブオット、ペンテコステの朝、何が起こったんでしょうか。弟子たちが一つところに集まり祈っていた。そこに聖霊の激しい注ぎが、聖霊の風が吹き荒れました。そしてその聖霊に満たされた弟子たちは、御霊の言葉、異言の言葉で祈り始めた。その時聖霊様が彼らの心に触れ、内なる人を作り変えたんです。ペテロは、そして他の弟子たちは、その時にまで御言葉の悟りっていうのを十分に持つことができなかったんです。いつもイエス様が御国の教えをしたとしても、彼らは理解できなかったんです。なのでもうイエス様も、もう弟子たちに我慢できなくなって、いつになったら分かるのか、いつ理解するのか、いつまで我慢していなければならないのか、そのように言わなければならないほど弟子たちの理解力というのは鈍いものでした。イエス様が復活された後も、彼らはその復活のイエス様を信じることができなかったんです。彼らの目は覆われていたというふうにルカの福音書の中に記されていますが、その覆われていたというのは、力強い、もう圧迫するような力で彼らの目は塞がれていたと書かれています。それですので、彼らは見てはいても御言葉を悟ることができなかった。これはイエス様の弟子だけではなく、まさに私たちの心の状態であります。4つの福音書、そして使徒の働き、繰り返し書かれている言葉がその言葉です。イザヤの6章に書かれている通り、彼らは目があっても見ることができない、耳があっても聞くことができない、そして御言葉を悟り、立ち返って癒されることがない。なんとこのイザヤ6章の言葉が繰り返し4つの福音書と、そして使徒の働きに書かれています。繰り返し書かれているということは、ものすごく重要な御言葉であるということです。なぜでしょうか。それが私たちの心の状態だからです。それですので、主よ、この目を開いてください、この耳を開いてください、御言葉を悟り、主の心に立ち返ることができますように。では私たちの目を開き、耳を開き、主へと立ち返らせてくださるお方、それはどなたでしょうか。箴言1章の中に、開きませんが書かれています。もしあなたが私の戒めに立ち返るのであれば、私の霊を速やかに注ごう。主はそのように約束してくださっていることを感謝いたします。では何によって私たちの心が主に立ち返ることができるのかというと、我らに注がれる聖霊様、その聖霊の
知恵と啓示の御霊様を通して私たちの心の目は開かれていくことを感謝いたします。ではそのシャブオットの朝、ペンテコステの朝、聖霊が臨みました。弟子たちの心に御言葉の戸が開かれたんです。その結果、今までペテロの言葉、弟子たちの言葉には力がなかったにもかかわらず、その朝ペテロはヨエル書から、また主の戒め、御約束、その約束の言葉、そして十字架と悔い改めに至る言葉、それを大胆にイスラエルの人々の前で語りました。そのペテロの言葉に聖書には何て書かれているかというと、イスラエルのユダヤ人たちはもう心が突き刺されたんです。どうしたら救われるのか、どうしたら私たちはその救いに預かれるのか、イエスを信じなさい、この悪い時代から立ち返りなさい、ペテロはメッセージを語ります。そしてその日、御言葉を通して突き刺され、イエス・キリストに立ち返り、弟子となった人数は何人かというと、3000人です。これは旧約聖書のあのモーセの出来事の回復であります。モーセの時代には律法が与えられ、それを約束を守ることができなかった。剣で3000人が撃ち殺された。しかし新約聖書のペンテコステの日には、今度は御言葉によって、人々の心が突き刺された。そしてその日、3000人もの人々がイエス・キリストに立ち返り、キリストの弟子になったことを感謝いたします。実はこの御言葉による契約っていうのは、私たちが持っているとても重要な契約なんです。ではそのことを見ていきましょう。ヘブルの手紙の8章8節から12節、ヘブルの手紙の8章8節から12節、ありがとうございます。前に出ておりますので、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの父祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。アメン、アメン。エレミア書からの引用、ヘブルの手紙の中でパウロ、まあこのヘブルの手紙の著者は書かれていないんですけど、パウロとそしてルカの共同作とですね、言われています。パウロはあえてヘブルの手紙で自分の名前を書くことを伏せました。なぜかというと、実は現代に至るまでユダヤ人たちは、まあ、イエス様に対して拒絶をしています。しかしですね、実はユダヤのラビなどに聞くと、ユダヤ人たちがイエス様よりももっと嫌っている人物がいるんですね。それはパウロです。なぜならパウロはその当時のユダヤ人からも嫌われてました。律法の習慣を彼が変えてしまうとですね、ユダヤ人たちが考えたからです。でもパウロは律法の習慣を変えるのではなく、律法の本質、その律法が言ってるのはイエス・キリストであるということを述べ伝えたんです。私たちの生活に義があるのではなく、イエス・キリストによる義こそが神の前に認められる義である、そのことを教えて回ったので、パウロは本当にユダヤ人たちに嫌われてました。なのでこのヘブルの手紙、ユダヤ人たちに書き送った手紙には、パウロはあえて自分の名前を書き記さず、しかしこのヘブルの手紙を読むと、確かにパウロの書き方で書かれています。この場所でですね、多くの旧約聖書が引用されていますが、この8章においてエレミア書、そこに書かれているのは新しい契約、これは私たち新約聖書、新しい契約の書ですね。これを持つ者たちが覚えなければならない、心に留めなければならない
契約です。もう一度言います。その契約はまず第一にイエス様の血によって結ばれます。それなくしてはその契約は成り立ちません。しかしそれとともに主の民となる、主の民として生きるということはどういうことでしょうか。それは神の御言葉が私たちの心に書きつけられていくということです。これを聖書は新しい契約である、そのようにですね、読んでいます。小さなものから大きなものに至るまで。実はこれは旧約聖書の時代のイスラエル、また新約聖書の時代の初代教会においてとても重要な礼拝でした。エペソの手紙においてもコロサイの手紙においても礼拝の形式が記されています。そこに書かれているのは詩と賛美と礼の歌によってお互いに語り主に向かって歌いなさい。詩っていうのは詩編ということですね。以前分かち合いをしました。その初代教会の礼拝における礼拝のメインは私のようにこうベラベラ礼拝で喋らなかったんです。少しのその解説があります。しかしそのメインはなんと御言葉の朗読が最も素晴らしいこのメインディッシュだったんですね。メインの料理は御言葉の朗読でした。彼らは御言葉を今のように一人一個持つことはできませんでした。街道に行き、街道で巻物が開かれ、そして御言葉が朗読されます。そのような特別な機会なので聞き漏らすことのないように御言葉に耳を開き、そしてその御言葉を共に口ずさみ、御言葉を自分も写本したり、何度も何度も御言葉を口ずさむことを通して御言葉を思いと心の中に刻んでいきました。それゆえ何が起こったかというと、初代教会は力ある教会となっていったんです。彼らはその後にローマ皇帝ネロが立ち上がり、ローマ皇帝ネロは本当に反キリストの象徴的な人物です。教会を迫害し、多くのクリスチャンたちをコロシアムに連れて行き、ライオンの餌としてですね、見せ物にしました。クリスチャンの殉教を娯楽に、ローマの娯楽に変えてしまった、それがローマ皇帝ネロだったんです。そのような迫害の中にあってもクリスチャンたちは逃れた先でどん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 教会を立て上げていきます。彼らは福音を述べ伝えていきます。トルコのカパドキアという地域にはですね、この地下の地下を掘った教会が今でも残ってますね。クリスチャンたちは逃れた先で洞窟を掘り、荒野においてもあらゆる場所で神を礼拝しました。なぜそのような力強さを持っていたのかというと、初代教会の生徒たちの中に御言葉が入っていたのです。その御言葉が揺るがない土台となりました。聖書の中ではっきりとイエス様ご自身が言われています。天地は滅び去ります、しかし私の言葉、主の御言葉は一点一角も落ちることがない。そのように聖書に記されていることを感謝いたします。また私たちがこの御言葉の上に信仰生活を築くということは、御言葉を信じていても皆さん試練はあります、困難はあります。主と共に歩む人生、いいことばかり、もう快適なことばかり、そんなことはありません。パウロははっきりと教会に対してメッセージの中で、私たちが御国を相続するためには多くの苦難を経なければならないと言っています。また恵みというのは何て言うかというと、パウロはローマの8章の中で、私たちはキリストと共に苦難をも共にする恵みに預かっていると言っています。それですので、イエス様を信じるがゆえの苦しみ、私たちは経験します。御言葉を信じていても試練が起こります。揺り動かしがやってきます。しかしマタイの7章に記されている通り、風が吹き、雨が降り、そしてこの大洪水が起こったとしても、私たちが御言葉の上に人生を築くとき、それは岩の上に建てられた家のようになります。それらの洪水は私たちを押し流すことはできません。それですので、今のこのコロナ禍の中にあって、教会に自由に集まることができない、そして私たちの信仰の炎が消えてしまいそう、私たちは共に励まし合いながら、共に祈り合いながら、この時期を乗り越えていきたいと願います。それと同時に、私たちは主にあって一人一人に重要な責任が任せられていることを覚えたいと願います。それはそれぞれの家庭で御言葉を朗読しようではありませんか。
御言葉を告白しようではありませんか。御言葉を朗読し、思いに書きつけ、心に書きつけていくんです。一人の時間においても、また家庭の中で家族でできるなら一緒に御言葉を朗読したりして、私たちはどの場所においても、この初代教会の迫害時代の時のようにですね、それぞれの場所で御言葉を朗読し、心に刻み、揺り動かしの中にあっても固く立つことができることを感謝いたします。御言葉は私たちを強めます。御言葉は私たちの糧となります。御言葉は私たちが試練の中で固くキリストに立つ、その活力を私たちに与えます。それですので、この新しい契約とは何かというと、私たちの思いと心の中に御言葉が刻まれていく。パウロはこれをコリントの手紙の中で心の板と呼んでいます。第2コリントの3章3節、第2コリントの3章3節、ありがとうございます。前に出ておりますので、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。アメン。そうです、この心の板に御言葉が書き記されていく。石の板にも御言葉を刻んでいくときには時間がかかります。石を掘らなければなりません。本当に骨折る作業です。私たちの心も一夜にして変わるということは、もちろん主が触れてくださり、ある部分においては一夜にして変わる部分もあります。しかし、この人生の日の限り、私たちはキリストの似姿へと変えられ続けていきます。そしてこれは本当に骨折る作業です。私たちの力だけではできません。また聖霊様が一方的にしてくださるわけでもないんです。モーセは2度目に山に登った時、自分で石の板を切ってきて主の御前に立って、主と共に石の板にその律法を書き記したんですね。なので、私たちの心の板に御言葉を書き記す作業は主との共同作業です。私たちだけがするのでもない、主だけがするのでもない、私たちと主が共に心に御言葉を刻んでいきます。そうするときに何が起こるんでしょうか。私たちの生活の中に、皆様、礼拝が満ち溢れるようになることを感謝いたします。もし御言葉を読むことが礼拝だと信じられないのであればですね、少しですね、イスラムの人たち見てみるといいと思います。イスラムの人たちの礼拝する姿、イスラエルに行ったり中東に行く機会が多かったですので、その礼拝の姿を見ます。必ず時間が来ると彼らは何をするかというと、コーランがスピーカーで流れます。そして彼らはコーランを読み上げてひざまずいて礼拝します。ユダヤ人は礼拝するときどうしますか。嘆きの壁の前、また彼らのシナゴクに行くと、彼らは必ず彼らの聖典、聖書、また旧約聖書も用いますけど、彼らのまあこの教え、それを体を揺らしながら声を上げて朗読して礼拝します。仏教の僧が礼拝する、まあ、礼拝というか、このまあ神々に、まあ、神々か何か分かりませんが、とにかくですね、彼らが捧げるものは何ですか。お経を唱えて、この彼らの神々に礼拝を捧げます。どの宗教を見ても必ず聖典が読まれてるんです。しかし、これがクリスチャンの中から失われてしまいました。私たちに与えられている御言葉、これは真理の御言葉ではありませんか。皆様、御言葉に自信を持ちましょう。そしてこの御言葉を朗読することは神への礼拝です。御言葉をこの朗読するときに何が起こるのかというと、霊の空気が変わっていきます。御言葉を宣言するとき、そこに剣のように主の御言葉が突き刺さり、そしてこの暗闇の力を打ち砕いていく。それは主の御言葉にその力があります。私たちの声の大きさではありません。サタン出ていけ、どれだけ大きく叫んだとしてもサタン出ていきません。私の ある知り合いのですね、牧師先生はですね、もうこの悪霊追い出しの専門だったんですね。出ていけ出ていけ、サタン出ていけ、いつもそれを宣言し叫び続けてたんです。すると近所でですね、この噂になって、
あそこの家の奥さんはかわいそうだと、なぜかというといつも出て行けっていう、あんなに出て行け出て行け言われて、あの家はどうなってるんだとですね、まあ、そのように大きな声で出て行け出て行け毎日叫んでたので、近所でも噂になるほどにですね、その声が響いてしまったと以前に聞きました。そのようにどれだけ私たちが出て行け声高らかに言ったとしても、サタンは出て行きません。じゃあイエス様は荒野でどのようにサタンと向かいましたか。全部御言葉を引用したんです。御言葉にはこう書いてある、御言葉にはこうある、御言葉にはこう書いている。御言葉にサタンは立ち向かうことができません。それですので、私たちが御言葉を宣言するとき、御言葉を告白するとき、霊の空気が変わっていくんです。私たちの思いと心に御言葉が刻まれていきますように。そして自分が主にあって何者であるかということも御言葉を通して見出していくことができますように。主を知れば知るほど、その神にあって自分が何者であるかということを私たち悟るようになります。これは何度も分かち合いをさせていただいてますが、私のまあこの教会の中でのですね、ホームページ見ますと、プロフィールのところに私はプロフィール3つしか書いてないんです。それは何かというと、神の子供、キリストの花嫁、そしてこの福音の神のしもべであるということですね、書いてます。もちろん神にあるアイデンティティというのはもっとありますけど、代表して言うならその3つですね。そうです、自分が何を得たか、何を成し遂げたか、本当にそれは取るに足りないことですね。もっと大切なのは、神にあって自分が何者であるかということを知ることです。その時、私たちの状況が変わったとしても、私たちが時には挫折したとしても、時にはつまずくことがあったとしても、何度でも自分が何者であるかということを知るがゆえに、神にあって立ち上がることができることを感謝いたします。私たち主にあって生きるものがつまずかないわけではありません。聖書の中には、義人はつまずかないと書かれてますか。そんなことありません。義人もつまずきます。しかし義人というのは私たちの正しさではなく、キリストにあって生きる者たちの生き方です。そのものは7度つまずいたとしてもまた起き上がる。ぜひ皆様、私たちは今つまずいている状況があるなら、キリストにあってまた立ち上がろうではありませんか。何度でも私たちは立ち上がり続けようではありませんか。そうです、それがキリストにある義人の生き方です。自分が何者であるかを知るときに、そのような生き方ができることを感謝いたします。それですので、御言葉を通して私たちは神を知り、神にあってその神の前の自分の正しい身分を悟る。これはとても重要なことなんです。そして主を愛し、主の戒めは何でしょうか。最も大切なのは神を愛することです。でも、あなた自身と同じように隣人を愛しなさい。では、この隣人を愛する前に私たちがしなければならないのは、私自身を主にあって愛するということですね。これは本当に私たち忘れてしまうんです。欠けてしまうんです。そしていつも自己卑下し、自分を低く見て、そして神にあるその主が言っておられる基準よりももっと低いところで自分を評価するようになってしまいます。これはですね、落書きの法則っていうのをですね、皆さん聞いたことありますか。落書きが街に増えると犯罪率が高まるんです。これはニューヨークにおいても、どの地域においてもそうだったんです。落書きを人々が壁に書き始めます。そうするとその街の犯罪率はどん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 高まっていくんですね。なので、ニューヨークで落書きを消したんです。そうすると犯罪率が下がったんです。なぜかというと、まあ、こういうことはありますよね。道端歩いていて、皆さんが例えばゴミを持っていたとします。簡単にそこには捨てないですよね。でも、ゴミがまとめられているところがあったなら、あ、これはゴミ捨てていい場所なんだと思ってゴミを捨てるんです、そこに。これは落書きの法則と一緒なんです。大事にされていない場所に、人々はそこを大事にしなくなっていく。ゴミが捨てられている場所にゴミを捨てるようになる。なので、その町のこの雰囲気がどん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 悪くなり、犯罪率が高まるっていうですね、そのようなことが実際に町の単位でも起こります。でも、これは私たちの精神的な領域においても起こるんです。自分を大切にしない、自分は取るに足らない。もちろん、キリストにあって私たちは小さきものです。キリストにあってしもべです。キリストにあって
私たちは何にも誇ることはありません。しかしこの人格、主はここに宝を見出してくださいました。私一人のためにもイエス様は十字架にかかってくださったことを感謝します。私には御子イエスキリストが命を引き換えにするほどの価値があります。しかしその価値を私たちが引き下げ、自分は足りないもの、つまらないもの、この人生は何にもできない、失敗者、挫折したもの、そのように評価するなら、自分が思うように人も私たちに対応するようになります。自分を下げる、その下げたように人々も私たちに対して言葉を使うようになっていきます。それですので、もし皆様、私たちが主にあって幸いな人生を生きたいと願うなら、まず私の心が主にあって回復することを求めてまいりましょう。そして私の心が主にあって満ち満ちて生きることを共に受け取ろうではありませんか。パウロはフィリピンの手紙の中で言ってます。あらゆる境遇の中において満ち足りる秘訣を心得た。これは新約聖書を読むと習得したと書かれてるんです。富むとき、貧しいとき、人々から褒められるとき、迫害するとき、されるとき、牢獄においても空腹においても、どんな状況の中においても、彼はキリストにあって満ち満ちること、満ち足りること、いつも喜ぶことを習得していきました。その重要な秘訣があります。それはイエス・キリストの十字架から目を離さないということです。皆様、これほどに素晴らしい特権は他にはないんです。何十億何千億払ったとしても救いは買えません。魂の贖い代は高価であって諦めなくてはならない、詩編に書かれています。私たちはその救いに対する代価、どれだけ善行を積んだとしても、どれだけ良い行いをしたとしても、どれだけ人助けをしたとしても、どれだけ火に焼かれるほどに自分の身を捧げたとしても、それによって天の御国に入れるわけではありません。あんまりにも高価な代価です。それをイエス様が支払ってくださったことを感謝いたします。このイエス・キリストの十字架によって救われている、これよりも素晴らしいこと、これに勝る恵みは他にないことを感謝いたします。この十字架を見上げるとき、たとえ私たちの生活に困難があっても、人間関係の問題があったとしても、今の状況の中に不足があったとしても、それらは小さな困難であって、後にはこのイエス・キリストの十字架の贖いを通して、もう重たい、信じられないほどの栄光が用意されている。天の御国を相続する相続者として召されている。これに勝る喜びはないことを覚えます。なのでパウロは第一コリントの15章の中で、私たちが単にこの世の満たしのためにキリストに望みを置いているだけだったら、地上で一番哀れなものですと言っています。生活の快適さ、今の私たちの生活の満たしのためだけにイエス様を信じているのであれば、本当に私たちは惨めなものだ。パウロはそのように第一コリント15章の中で言っています。では私たちの望みは今だけではなく、後に続く世界へとあることを感謝いたします。もちろん今の生活の中においても主は私たちを満たし、助け、導いてくださいます。しかしそれよりも素晴らしいのは、永遠の御国の相続者として主が私たちを選んでくださった、これほどに素晴らしい恵みは他にないことを感謝いたします。それですので、私たちが礼拝する理由がない、今の状況の中では賛美できない、とてもじゃないけど主に感謝できないと思うとき、フォーカスを当て直しましょう。私たちの足りないものや問題や失敗に目を向けるのではなく、イエス・キリストの十字架に目を留めるんです。その時に賛美する理由がそこに満ち溢れています。賛美する理由がイエス様の十字架の中に絶えずあることを感謝いたします。その目を向け直すということが、実は聖書の中でいう悔い改めです。悔い改めとは、どれほど自分の胸を打ち叩くか、腹を打ち叩くか、髪をもうもじゃもじゃにするのか、服を引き裂くのかが悔い改めの度合いではありません。悔い改めとは方向転換するです。
メタノイアというギリシャ語が使われているんですけど、それは思いが変わり心が変わるということです。すなわち悔い改めたって言っても相変わらず自己卑下して生きているのであれば、相変わらずフォーカスを自分に向けていることになります。悔い改めるということはキリストに目を向けることです。イエス様に望みを置くことです。今日も賛美の中で宣言されました、イエスキリストに望みを置く者は決して失望させられることがないことを感謝いたします。自分に望みを置くなら失望します。状況にこの望みを置くなら状況は変わります。しかしイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることのない主であられることを感謝いたします。それですので、この御言葉を思いに書きつけ、心に書きつけ、私がキリストにあって何者であるのか、私はキリストにあって本当にイエス様が命を投げ出すほどに高価で尊い存在であること、そのことを私たち見出していこうでありませんか。その時に私たちが人に対する態度も、また人から私たちに対する態度も変わっていきます。内が変わるとき外側が変わっていくんです。これがペンテコステの主の約束でした。聖霊が望むときあなた方は力を受ける。そしてどこからですか？エルサレムから始まって地の果てにまで、私の証人になる内側から始まったものが外側に広がっていく。これがいつでも神の国の動き方です。エデンの園を設けた時にも、エデンの園という小さな場所から全世界に埋めよ増えよ地を満たせ、地を主の祝福をもって統治しなさい、これがアダムとエバに与えられた約束でした。一つの場所から全体に広がっていく、これが神の国の動きです。でも私たちは逆を考えます。あの人が変われば、主よあの人を変えてください、あの人が変わればもっと私は幸せになります、主よお金をください、経済の必要が満たされば、もっと私の生活は良くなります、主よ職場の上司を変えてください、主よ私の環境を変えてください、あれを変えてください、これを変えてください、外のものが変わることを願うんです。それなので、それがたとえ変わったとしても、相変わらず私たちの心は満たされず、また新たな問題に直面します。でも私たちが祈るべき重要な祈りは、主よまず私を変えてください、まず私の心を満たしてください、まず私の心に触れてください、私の思いと心がキリストにあって変えられますように、聖霊様にあって変えられますように。もちろん時間はかかります。でも諦めません。義人は何度倒れても起き上がるという御言葉を覚えます。愛の人になりたいと思ったけどまたできなかった、本当にこのつぶやいてはならないと書かれているのに、また職場で家庭でつぶやいてしまった、その時サタンがささやきます、やっぱりダメだできない。でも皆さん覚えましょう、義人はまた立ち上がります。イエスキリストにあって私は義人とされている。だからサタンをよく聞け、私は主の約束にあって立ち上がる、そしてまた一歩また一歩とキリストの道を進んでいく。私たちができるから父なる神は私たちを愛してくださるんですか？そんなことありません。痛みながらも苦しみながらも主に従おうとする、その姿を主は本当に愛おしく尊い主への献身として見てくださることを感謝します。イエス様が十字架に至る道に至るまで葛藤がありませんでしたか？父はあなたの約束なんで、はい追います、そして進んでいきましたか？そんなことありません。ゲッセマネの園で汗が血に変わるほどの祈りをされます。イエス様正直に言ってますね。ああ私は十字架にかかるために生まれたと言いましたか？そんなことありません。父よできますならばこの杯を受けたくないんです、私の感情としては、私のこの肉体を持って生まれた人の形としては絶対にこの十字架を通りたくない、でも父よ私の願いではなくあなたの心の通りになりますように。その祈りがあんまりにも激しい格闘で、イエス様はもうそこに倒れ落ち立ち上がれないほど、父なる神は御使いを使わせてイエス様を立たせなければならないほど、イエス様は悲しみとプレッシャーに押しつぶされてしまったんです。しかしそれでも立ち上がり、十字架を背負い、倒されてもまたその十字架を背負い、自分で負えないとき人の助けをもらってもその十字架の道を歩んでいく、その御子の姿を父はどれほどに愛おしいと感じたことでしょうか。
私たちの人生も命の道とは、誰でも私についていきたいと願うなら、自分の十字架を追って、そして私についてきなさい。イエス様の道を行く、その人生は十字架を日々背負う道です。人の十字架ではなく、自分に背負うべき十字架が用意されています。その主の道を行くときに、時には葛藤を感じるでしょう。自分はダメだと何度も転げ落ちることがあるでしょう。しかし立ち上がり、それでも父よ、あなたの心を行いたい、そのように願う私たちは、主は放ってはおかれません。皆さんも映像で見たことがあると思いますが、アトランタオリンピックのですね、この何百メートルのレースか忘れたんですけど、この走るレースの中でのですね、一人の、金メダル候補の選手のですね、映像、YouTube で調べたらすぐ出ると思いますので、調べてみてください。その選手は金メダルの候補だったんです。そして、スタートの合図が鳴り、走り出した。しかし、それと同時に彼は叫び声を上げて、そのコースに倒れるんですね。なんと足の筋が切れたんです。そして彼は優勝候補だったんですけど、倒れ込みました。しかし、素晴らしいのは、もうみんながゴールした後でも彼はそのレースを諦めないで立ち上がったんです。そして歩こうとするんです。でもあんまりにも足の痛みに叫び声を上げて、また倒れるんです。もう記録なんか残りません。もうみんなゴールした後、優勝金メダルなんか取れるわけありません。でも彼はまた立ち上がって歩こうとするんです。その時に一人の人が、もう客席スタッフ全部押しのけて、そのコースにまで入ってきたんです。それは誰かというと、そのレースを見ていた彼の父親だったんですね。そして父親は耳元で一言息子に言ったらしいんです。息子よ、一緒に走ろう、最後まで走り抜こう。そして息子の手を自分の肩に回し、痛みに叫ぶその息子を背負いながら、最後まで父親と息子がゴールしたんですね。その時何が起こったかというと、全世界のスタジアムにいた人たちが立ち上がって、そして拍手を送ったんです。それは金メダル銀メダル銅メダルを得るよりももっと素晴らしい賞でした。父と子が痛みの中にあっても一つになって最後までゴールした。それが今に至るまで人々に感動を与えるレースとして残っています。金メダル取った人々の名は忘れられていきます。しかしその父子が2人でゴールしたそのレースは、今に至るまで人々を勇気づけています。同じように私たちが痛み苦しみ、何度倒れてもそれでも主の御言葉の道を歩んでいきたい、何度倒れても主よ、あなたの十字架の道を行かさせてください、そのように願う私たちを父なる神が放っておかれるはずがありません。主は私たちの祈りを聞いてくださっています。私たちの叫びを聞いてくださっています。言葉にならない私たちの心のうめきさえ、主は聞いてくださっていることを感謝いたします。そして主は我らの手を取り、私たちが歩けない時には代わりに背負い、最後まで必ずや永遠の命の道へと導いてくださることを信じます。それですので、今日この朝この昼、私たちは共に今一度イエス・キリストに望みを置こうでありませんか。このお方に信頼する者は失望させられることはありません。昨日も今日もいつまでもキリストと共に歩み生きていきたいと願います。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。このシャブオットの朝、本当に主ご自身が御言葉を私たちの思いと心に刻んでくださり、また新たな決意を与えてくださることを感謝します。どうか主よ、この新しい契約とはイエス様の十字架の血を通して御言葉が私たちの思いと心に書きつけられる、その約束であることを覚えます。時には私たちは生活の忙しさで何かを決心したとしてもまたできなくなったり、主の道を歩みたい、またキリストの人格を持ちたいと思っても、また私の自己中心さ、また本当にこの怒りとか自分の肉の性質いっぱい溢れてくるものです。その時にダメだ、もうできない、そのように思い、そしてサタンは私たちを鎖をつけて引きずろうとします。しかし主よ、今日今一度御霊様、あなたの助けを受けて私たちに決心させてください。
今置かれている失望、落胆の中から立ち上がる力をください。何度でも主の道を行くものとさせてください。また自分に任せられているレースをコースを最後まで走り抜いていく、その力を主が与えてくださることを感謝します。天のお父様、あなたの御手は完全な御手です。あなたに従おうとするものを絶対に主は見捨てることのないお方であることを感謝します。我らの手を取り、我らを支え、最後まで私たちを全うするのはまさに主の働きであることを信頼いたします。それゆえに私たちは何にも誇ることできません。すべての膝はかがめられ、すべての栄冠は主の御前に投げ出され、主よ、あなたこそが神であることを告白いたします。すべての栄光を主が受け取ってください。感謝して愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。賛美をもって祝祷をもって主の御前に感謝捧げたいと願います。Thank you.
我らの主は良きお方、三位一体なる主、この主が今より常しえまで我らと共におられることを感謝いたします。この主の御名によって祝祷いたします。仰ぎ来い願わくば我らの主イエスキリストの偉大な恵み、天の地なる神の大いなる愛、聖霊なる主の親しき交わりがこの一週間もまた今より常しえまで我らと共にありますように。我らの救い主、贖い主であられるイエスキリストのお名前を通して祝祷いたします。アーメン。アーメン。感謝します。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。イエス様ありがとうございます。お互いにもう一度祝福を持って礼拝閉じたいと願います。感謝します。シャロン。感謝します。